高橋克典さんの総決起大会に各も多くの皆様方にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。主催者を代表いたしまして心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。この宇都宮市の文化会館が1階から2階すべて埋まるのは郷ひろみのコンサート以来でございます。本当にありがとうございます。しかし郷ひろみさんのコンサートでもまだたどり着かない、入ることができなくてやむなく帰っちゃった、そういう方もいらっしゃるようでございます。多くのお集まりいただいた方、そして残念ながらお帰りになった方には心から感謝とお詫びを申し上げたいと思います。これだけ入ったんだから選挙は心配ない、ましてや東京都議選自民党公明党圧勝、高橋さんもその波に乗って大丈夫だろう、飛んだわけです。都議選はアベノミクスの経済効果で東京だけだいぶ潤ってきました。栃木県地方にはまだまだその効果は現れていません。東京都だからこれはいいなと言って乗った人、低投票率で組織票を持っている自民公明共産、その票がちゃんと獲得できた、だから勝っただけです。この参議院選、この栃木までその影響があるかといったらそれはないと思っていただきたい。そして誰もが言うことですけども、まあ、自民党の追い風、公明党の追い風、民主党に比較をすればいいんでしょう。自民対民主だったらいいかも分かりませんが、今回は違います。自民対谷党です。谷さんは市会議員、そして参議院議員まで長いこと議員さんをやってきて、いろんなとこに根が張ってます。恐ろしいほどの票を持ってます。それに名も知れぬ高橋克典さんが打って出ようというわけですから、それは難しい話でありますし、皆様方には決して決して油断をしないでいただきたいと思います。だから今日はわざわざ元総理、そして現副総理、財務大臣の麻生太郎先生がお見えになったわけであります。危ないから、重点地区だから。麻生先生はもう皆様方もご存知だと思います。総理の時にリーマンショックがありました。経済を立て直すことがこの国を救うこと、まず経済、あれもこれもではなくて経済を立て直そう、失われた20年を取り戻そうということで総理になってまずやられたことが経済対策でありました。ところがリーマンショック、しかしリーマンショックでアメリカまで乗り込んでアメリカが財政出動を渋った、これを財政出動をさせて大変な危機を脱することができたのも麻生さんが総理だったからであります。そして今年の2月 G20 財相会議、そして中央銀行総裁会議がありました。もう共同声明が考えられていて、集まる前から共同声明は日本の経済対策に対しての批判、ところがそれを封じ込めて逆にアベノミクスまで世界に承認させたのが麻生先生でありました。ドイツなどは円安政策を批判してそれを発信しようと思う、ところが麻生先生がドイツはやるべきことやってねえじゃないか、ビス規制三次規制を世界でやろうと言ってるのにドイツだけ2年経ってもやらない、それをちらつかせて最終的に日本の政策を全部認めさせた、そういうことが国の仕事じゃありませんか。そういう政治家が今の国には私は必要だと思います。さて国はいいけども、自民党の豊富な人材によってよみがえるかもわからないけども、地方はどうですか。地方はまだまだ恩恵を預かるまでには至っていません。そしてその恩恵を受けるのと合わせてこの制度を、国の制度を変えていかなければなりません。明治からずっと続いているこの中央集権国家、党首制も導入しなければならない、そしてそれぞれ国から課せられた制度、そういったものも変えていかなければなりません。規制も緩和をしなければなりません。それをやっていくためにはやはり
現場をよく知ってる人、首長経験者、すべて体現してる人、そういう方にぜひ国会議員に私はなってもらいたい。そして栃木県内には26の市と町の首長がいます。今回26のうち24の市長町長が一斉に高橋さんを推薦いたしました。制度を変える、日本の地方を守る、経済を維持する、勤めてる方が安心して仕事をこれからも続けられる、中小零細企業が生き生きと仕事を続けられる環境を作るためには、制度を変える最も経験者である高橋克典さんに何としても国会に行ってもらいたい。だから推薦をいたしました。責任もあります。我々組長は一丸となってこの参議院選を戦い抜きます。ぜひ皆様方には、決して決して安心できない選挙、まだ追いついていないということ、これをぜひご理解をいただいて、今日はこの帰った瞬間から5人でも10人でも結構です、危機的なこと、そして必ず票に結びつくように選挙に行ってもらうこと、高橋克典さんに必ず勝ってもらうこと、これをぜひ実行に移していただくよう心からお願いいたします。結びになりますが、皆様方には毎回毎回選挙のお願いばかりする。昨年の知事選、市長選挙、それから12月の衆議院選挙、そして各地では首長選挙もありました。でもこの夏の参議院選で全てが一区切りがつきます。ここで初めて知事選も市長選も勝ってよかったなと言える、それが今回の選挙でありますので、合わせてお願いいたしまして、ご挨拶といたします。よろしくお願いします。